とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ、今シーズンも釣り竿を使っていってみましょう。12回の報酬で釣り竿がありますね。でも武器が、まだ星夜なので、途中で取らなきゃいけないね。確かカトラスとサイスがあったと思うんで、まあ、そこら辺を取ってみましょう。やっとあった。長い。長い。12回報酬で取って、で、次、サイスがあるのが、19回だよ。長い。でも、それまでに取れそうなのは、斧ぐらいだったんで、微妙だな。でも、まあ、一枠釣り竿になったからって、別に難易度はそんな変わらないので、いいんじゃない？うん。まあ、結構出てくるまでは長めです。で、衝撃波が入ってくれてるので、まあ、強いよね。衝撃波、雷、共鳴あたりで行くか。うん。まあ、衝撃波が入ってるだけで十分強いんだけどね。あ、これは強い。これはいいわ。うん。で、これ、釣り竿を取ったことによって、バーストクロスボウの、一個強化バージョンのやつ。あれは取れないね。うん。取れないけども、こっちは、長弾がついてるんで、まあ、それはそれでありかな。うん。これはこれで全然、いける感じですね。オッケーオッケー。お、まだかい。いいね。でも最近の、釣り竿用の装備、タワーで出てくるやつ。全部ね、この衝撃波がついてくれるので、使いやすい。めちゃめちゃ使いやすい。やっぱり釣り竿には、衝撃波だよね。衝撃波と、旋風あたりがついてると全然強さがね、違うわ。うん。あ、これは20回からの、攻略スピードは速くなりそうですね。OK。ハープーンにも2ぐらい入れとけ。で、最終的には、サイスのフルエンチャにしましょうか。そしたら早いでしょ。あー、ここね。ここもさ、いや、絶対余裕だよ。これでいいもん。うん。これしとけば近づけないからね。いや、でも、ある程度動いていったらいいか。終わり。いや、まだか。もうど真ん中で戦って良さそうね。ど真ん中で、もう出てくる敵、出てくる敵を消していけば。うん。何十秒か、20秒、30秒早くなるんじゃない？行きましょう。カトラスがどっかにあったと思うんだけどな。いや、序盤の方ではなかった気がするな。でもなんかカトラスはね、見た気がするんだよ。あったよね。気のせいか？あれ1個前か。1個前はね、カトラスものすごい強かったけど。よし。これラビジャーもこれだったら余裕でしょう。これだったらば。全然余裕で。倒せるはず。いけ。いや、なんか微妙になった。まあまあ、向こうに行ってからは楽勝だ。いけい。ああ、でもやっぱそこそこの耐久力はあるね。さすがだわ。でも、まあそれだけのことよ。よっしゃ。では、あとは向こうに行って、おしまいです。届かない。届いてない。よし。22回クリア。うん。問題はない。カトラスやっぱなかったか。まあ、ないならないで、全然。大丈夫よ。しゃあ。エンチャント入れていきましょう。フルにするからね。
でも、ああでもそうかそうかそうか、ソウルは溜まってるんだ。雷の杖取ってたんで、それでソウルはもう十分溜まってる。しゃ、ということはこれ30回ボスはこれ相当早いよ。そう、バッピって30回ボスはもう速攻で、なんだなんだ、攻撃できないでしょ。倒せるはず。よし、でもなんか若干時間かかるな。やっぱ根元から当てないと衝撃波だけのダメージじゃちょっといまいちか。はい、23回クリア。うん、でもまあ早くはいけるね。カトラスやっぱどっかにあった気がするけどな。まあいいや、あったとしたらまあ序盤の方なんでしょう。エンチャント入れれなくなるな。まあいいか。108、うん、まあいいダメージ出るんじゃない。雷も3になって、多分1000以上のダメージは一発で出るようになってるだろうし、ここはまあちょうど、いやいや、マルチショットだ。使うか分からんけど、弱点が出たらもう一気に削っていきます。こいつも最初の無敵がね、鬱陶しくなったよね。昔はこんななかったのに戦いにくくなったね。よし、 OK、 いけ。あ、これは早い。あ、やべ、これは早いぞ。はい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 、うん、25回ボスは速攻で倒せますね。では報酬見てみましょう。ホークブランドと手持ち花火か。よくないな、これはよくない。あー、うん、これは最強のが作れる。重力で下に、もうすでに虚無と、いやこれ全部もう理想的だわ。重力、追い打ち、虚無、リフレッシュ、出来上がってます。はい、では、今日は釣り竿を使ってみましたけども、ちょっとね、長いね、12回で取って、その次サイスが出るのは、19回の報酬と、ちょっと長いな。うん、まあ序盤からなんか別の武器を持ってきたらいいのかもしれない。でもそれだとボスがきつくなるような気もするんですよね。はい、まあ今回の釣り竿はこんな感じでした。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。